今回は電気自動車 EV のデメリットについてお話します。近年、環境への配慮や持続可能な社会の実現に向けて EV の急速な普及が進んでいる状況です。排気ガスを排出せず、燃料費を大幅に抑えられるなどの魅力的な特徴がある一方で、多くのユーザーがまだ知らないデメリットも存在します。そこで今回は9割の人が知らない EV のデメリット8選を紹介します。動画が良ければいいねとチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。1、タイヤの消耗が5倍になる。 EV はガソリン車と比べてタイヤの消耗が5倍になるという報告があります。これは EV は加速が良く、一般的なガソリン車より多少タイヤが減りやすい可能性があるためです。また EV に搭載される重いバッテリーは車体の重量を増加させ、それが直接タイヤの摩耗を促進していると考えられます。ただし業界団体や修理工場からのフィードバックでは、摩耗や交換頻度は運転スタイルや道路条件など多様な要因によって変わるため、一概には言えないという意見が多いです。さらに EV を長年使用しているあるユーザーは、 EV のタイヤが減りやすいことは事実だが、 4、5 倍の速さで消耗するわけではないと述べています。それでもガソリン車使用時に比べて交換が必要となる距離が短くなる傾向にあることは認めています。 2. ガードレール破壊のリスク。 EV はガードレール破壊のリスクがあります。これは車載の大容量リチウムイオンバッテリーの重量が増加することで、同サイズのガソリン車に比べて200キロから500キロも車両重量が増えているからです。ガードレールは車両が歩道や路肩に飛び出すのを防ぐために設置されていますが、 EV はガソリン車よりも重量が重いため、衝突時にガードレールを突き破るリスクが高まります。この問題は EV の重心が低いことも影響しており、既存のガードレールが EV の暴走を防ぐには十分ではない可能性があります。安全性の観点からこの重量増加による影響は深刻な懸念事項となっています。3. リセールバリューが低い。 EV はガソリン車と比べてリセールバリューが低いというデメリットがあります。これは EV 特有のバッテリーの劣化問題と急速な EV 技術の発展が大きな要因です。 EV のバッテリー性能は使用とともに徐々に低下し、その交換費用は高額になるため、中古市場では大きなマイナス要因になります。また EV 技術の急激な発展により、新しいモデルが次々と登場し、旧モデルの価値が下がりやすいのです。例えば高いリセールバリューを誇るトヨタランドクルーザーは、新型が市場に出たにもかかわらず3年後の残価率が 70%、 5年後でも 56% と非常に高い水準を保っています。一方で世界中で販売数の多い日産リーフでは、5年後の残価率は約 25% となっており、ガソリン車のランドクルーザーと比較すると大幅に低い数値です。このように EV はガソリン車と比べてリセールバリューが低くなりやすい傾向にあります。 4. 寒冷地で 30% 性能低下のリスク。 EV は寒冷地での使用時に最大で 30% の性能低下のリスクがあるというデメリットがあります。EV のバッテリー性能は気温に大きく左右され、特に低温環境下ではバッテリーの効率が著しく低下します。このため寒冷地ではバッテリーの充電保持能力が低下し、結果として車の航続距離が短くなります。研究によると、気温が氷点下になると EV の航続距離は通常時に比べて 20% から 30% も短くなることが確認されています。性能の低下はバッテリーを温めるために余分なエネルギーを使用することで発生し、長距離を移動する際に不便を感じるでしょう。さらに寒冷地では充電時間も影響を受け、充電に通常よりも長い時間がかかることが報告されています。そのため EV を購入する際は居住地の気候条件を考慮し、寒冷地での使用が予想される場合は性能低下のリスクを理解した上での判断が必要です。5. 充電スタンドの時間制限。
充電スタンドの時間制限は EV 利用者にとって大きなデメリットです。特に急速充電器の場合、多くの場所で1回の充電につき30分までという時間制限が設けられています。この制限は限られた充電設備をより多くのユーザーが利用できるようにするための措置ですが、長距離を移動する方にとっては大きな影響を及ぼす可能性があります。また充電スタンドの数が限られている地域では、この時間制限がさらに大きな課題です。特に人口密度が低い地域や充電インフラが未整備の地域では、充電スタンドを見つけること自体が困難であり、見つけたとしても長時間待たなければならない場面もあるでしょう。このような状況は EV 普及の大きな障壁の一つとなっており、充電インフラの拡充と利便性の向上が求められています。6. バッテリー交換コスト。 EV の心臓部であるバッテリーは、車両の性能や航続距離に直接影響を与えるため、その性能維持は極めて重要です。しかしバッテリーは使用により徐々に劣化し、一定の期間が経過すると交換が必要になります。このバッテリー交換コストは、特に長期的な所有を考える場合、 EV の維持費を大きく左右する要素です。現在 EV のバッテリー交換コストは高額です。例えば BMW i3 の場合、中古バッテリーの価格は2500ドルからと比較的手頃ですが、新品を BMW ディーラーで装着するとそのコストは1万6000ドルにも上ります。シボレボルト EV でも約1万6000ドルのコストがかかったという報告があります。このようにバッテリー交換コストは新品を選択する場合には特に高額になりがちであり、中古品を選択することでコストを抑えることは可能ですが、それでもなお大きな出費となります。このため EV を購入する際には、バッテリーの寿命や交換コストを慎重に検討することが重要です。 7. 集合住宅は難易度が高い。集合住宅での EV 充電設備の設置には、設備の導入と管理において一定の難易度が伴います。多くの集合住宅では専用の駐車スペースに充電スタンドを設置する必要があります。しかし物理的なスペースの制約や電力供給の容量、そして設備投資のコストという複数の課題があります。さらに充電設備の管理と使用に関するルールの策定が必要となるでしょう。 EV の普及に伴い、集合住宅における充電インフラの整備が進められていますが、既存の建物では電力容量の制限や設備の改修に高額なコストがかかるケースも少なくありません。EV 充電器を設置する際の費用は、充電器の購入費用と設置工事費の合計で構成されます。充電器の購入費用は、選択するメーカーや製品タイプによって大きく異なっており、家庭用コンセントタイプの充電器は1機あたり約1万円、より高性能な充電器タイプでは1機あたり約30万円が標準的な価格として挙げられています。一方、設置工事費は、規模や設置環境によって大きく変動します。標準的な規模での工事の場合、1基あたりの費用は50万円から150万円程度が目安とされていますが、これは設置する充電器の数、電気ケーブルの長さ、設置場所の特性、さらには占有型設置かシェア型設置かによっても変わります。このように集合住宅での EV 充電器設置には、充電器自体の購入費用だけでなく、設置場所の条件や選択する設置方法に応じた工事費用も考慮する必要があります。 8. 航続距離が短い。 EV の航続距離は技術の進歩により徐々に伸びつつありますが、現状では国産車で約300から400キロメートル、輸入車では約400から600キロメートル程度にとどまっています。これに対しガソリン車は満タンで500から800キロメートル程度の走行が可能です。この航続距離の差は、長距離を頻繁に移動するユーザーにとって EV の購入をためらわせる大きな要因の一つとなっています。特に充電スタンドの設置が不十分な地域や急速充電スタンドへのアクセスが限られている場合、EV に乗るメリットは非常に少ないのが現状です。
将来的には充電技術の進歩により、より短時間での充電やさらに長い航続距離を実現することが期待されています。しかし現時点では EV を選択する際には、航続距離と充電環境の両方を考慮することが重要です。このように EV には様々なデメリットが存在します。 EV は確かに環境に優しく、燃料費を大幅に削減できる点では魅力的ですが、十分に理解した上で選択しないと後々後悔してしまう場合もあるでしょう。しかし技術の進歩は止まることを知らず、これらのデメリットを補うための革新が進められています。 EV がどのように進化し、今日私たちが直面している課題を解決してくれるのか、期待が高まりますね。皆さんは EV のデメリットについてどのように思われますか？コメント欄でお待ちしております。さらにこの動画が良ければいいねとチャンネル登録していただけると大変励みになります。 X と LINE でも発信をしていますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。